はい、皆さんこんにちは。こんばんは。もっこ大佐です。麻生太郎です。ちょっと似てんな。今日は、浦和の選手になりたい30代男性が、申しております。経歴から探る叩き上げ選手ということで、たくさんの選手がいらっしゃいますけど、いろんな経歴をたどっておりますね。本日のテーマです。結果と言うけれど、人の魅力はその軌跡にあります。レッツ最強の叩き上げ選手は誰だ。もっこシリーズはね、結構深掘りがすごいからな。もうみんなね、ほくろの数まできっと気になると思うから。全裸にさせる気かお前。はい、深掘りしていきますよ。まずね、そもそもプロになるのってどれぐらいむずいの。いや、分かってると思うんですけど、一回現実を見ます。一種登録のですね、約 1.4%、小学生から、大人まで含めると、7.5 万人の中の全体のコンマ 2% が J リーガーです。まさにヒーローです。はい、しかもその中で浦和の選手になりたいっていうんでしょう。もう選ばれし者よ。まあ、まずね、なるのはすげえ難しいんだということを、まあ、多分ご理解いただいたと思うんで、続きですね。区分としては1種から4種まであって、まあ、4種というのがいわゆる小学生世代で、3種は中学生で、2種が高校生で、1種がそれ以上の世代ですね。あ、そういう分け方になってたんだ。中身はね、この後説明するんですけど、まず最初に認識しなきゃいけないのは、これ続けることって結構難しくて、うん、4種から3種、3種から2種に上がる段階でだいたい 20% ぐらいがやめていきます。うん、別競技バスケやるとかさ、まあ分かりますよ、すごく。続けるか続けないかって話です。俺もね、毎回悩んでたわ。中学入って続けるか、高校入って続けるか、大学入って続けるかって。もうそういうイメージないな。だって中学校仮入部、最初バスケ入ったもん。走らされすぎてやめたけど。でさらに高い壁は、多分皆さんね、分かると思うんですけど、大学。はいはいはい。ここに続けるのが本当に限られた人ですね。もう 10% ぐらいしか残らないですね。でこれ三角形で書いてますけど、かなりね、もうギューってなってる。まあ大学あって、 J3 J2 J1 があって、さらにその上に浦和が降臨しているということで、浦和へ険しい道のりです。これはもう続けることもすごいですということで、俺も今からっていう感じでね、話さないといけます。はい、アンダー12からアンダー18までは J 下部組織が、まあ、最上位に降臨していて、もう間違いなく最短ルートは J 下部組織、これになります。 30%、50%、55% っていうのは、プロになった人の中の所属の割合なので、はいはいはい、なるほどね。全部足して 100% か、うん、なるほど。ただね、この J 下部組織に入れなかったらプロになれないのかっていうのは、もうそんなことなくて、うん、どこからでもなれます。うんうん、でその受け皿があるのがここ、ジャパン。これも素晴らしい構造だと思います。じゃあね、今もういろんなルートがあったけど、どういう分類になるのかっていうのを勝手にタイプ分けしてます。うん、まずスーパーエリート、もうこれはもう J 下部組織がストレートいいんですね。まあそりゃそうだ、ね、これはレッツにおいて9名、うん、まあ、ザイオン選手だったり、岩波選手だったりですね。ああ、はいはい、ニャニャチャンネル。で続いてスーパー高校生、数年に1回登場しますスーパー高校生です。うんうん、でこれはもう交代連からのストレートイン。でここでは今現在は木原選手の1名ですが、うん、まあ、藤原選手だったり武田選手だったりというところもここに該当しますね。うん、ここから下、ここが本編です。ハングリーズ、勝手に名前つけました。ハングリーズ、J 下部組織の経験があるけども、受け皿、交代連だったり大学といったところを経由して、もう一度、J リーグに加入した選手、諦めなかった選手たちですね。これが7名です。で最後、俺たちの希望、これが7名でいます。これは J 下部組織未経験の大卒選手ですね。これがまあ昨今ね、 J で最も猛威を振るってるホットな人材になってますね。まあ、一度は実力を認められたけども、まあ、本人の選択っていうのも当然、まあ、あるにはあるんですが、中大連を経由したり五大連を経由したりっていうところで、まあ、J にたどり着いた選手たちです。でアンダー15からアンダー18世代で在籍しているのが伊藤選手、松崎選手、松尾選手で、アンダー15だけだったJ の下部にいたのが小泉選手、平野選手で、アンダー12からアンダー18、もう本当プロ直前までずっと下部組織っていうのが秋元選手と大久保選手。でもハングリーズって言ってもエリートに、まあ、エリートよ。これはエリートよ。こんな人周りにいたらもうなんか世界違うなって思っちゃうレベルだけどな。そうそう、その人たちでも残れなかったっていうことで、もうこの J 下部組織って何なのっていう感じなんだけど、うん、まあやめちゃう子も多分いるんだろうけど、うん、まあこうそこでね、全く新しい道を目指すっていうのは全然正解だとは思って、サッカーに固執する必要は全くないんですけど。そうだよ、はい、ということで、まあ、これは一番ホットな、人材ですけど、まあ、先ほどねキャベツの話した通り、もこれはもうエリートなんで、ごめんなさい、でも違います、これ。続いてこちらです。
J 株組織一度も在籍せずにプロになった方々です。ちょっと希望湧いてきた。渡選手、柴戸選手、宮本選手ですね、うん、インターハイも選手権も出てますし、複数が出てる選手もいらっしゃいます。まあそりゃそうだよね、市船だったりね、流通経済大代頭だったりだからね、そりゃそうだ。いやいや、だま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 だパイはあります。選手権に未出場の選手が4名、知念選手、江坂選手、安井選手、岩尾選手、うん、この4名は要するに、まあ、ほぼあの下の段のルートだよね、うん、まあ、アンダージュニアね、クラブも少年連もほぼ垣根がないから、ここはまあ全然関係ないんだけど、中大連、高大連、大学、これよ。あ、なんかすげえ身近に感じてきた。身近に感じてきたでしょ、うん、はい、ドン。こちらに示しているのが、先ほどのね4選手の経歴です、うん、まあね、知念選手とあの江坂選手はですね、長崎創価大附属だったり神戸工業だったりっていうところでね、もうチーム自体はもう全国に確実になっているのは絡んでくるチームなので、まあ、正直僕らからしたら超エリートです。エリートじゃねえかよ。で、安井選手はね、まあ、すごく身近ですよ。武南ジュニアで、うん、浦和学院で、うん、でもまあ最終的には流通経済大ですよ。なんか友達にいそう。なんか若干手が届くんじゃねえかっていう気もしないでもない。LINE、うん、したら帰ってきそう。あ、まあ友達でいたらね。まあ正直ね、だから知念選手、安井選手、江坂選手はね、まあまあエリートよ。まあ、で、安井選手はね、ちょっと身近で、ちょっと近づいてきたかなったけど、うん、結局はダントツで岩尾選手です。中大連、高大連、大学ですよ、もう。アンダー18までは本当に地元ですね、これ、群馬なので。高校はスポーツ科だったそうです。で、うん、大学は指定校で、入ったそうなので、ザ・真面目高校生ですね。僕やキャベツは指定校なんで。まあでも、日体大もね、関東2部だったので、そのレベルは落ちるかっていうと全然落ちないんですけど、まあ練習試合で張監督に見つけ出されて、うん、プロになる道を掴んだということで、うん、もう全然その諦めないでほしい。諦めないで。地元の高校でやってても慣れます、列の選手には。指定校推薦の枠があったっていうのは素晴らしいね。スポーツ科だったからってことね。そう だ,、ね、うん、そうだから先生になりたかったんでしょ。だからそのタイプ、そういうこと、うん、へ、うん、はい、結論、最強の叩き上げ選手はもう浦和選手です、うん、でもうどこからでも浦和を目指せます。その土壌は日本にはあります。高大連だったり大学だったりね、うん、でまあ高いレベルをまあ常にね目指し続けて、まあ、続けることが大事なんだなっていうのがよく分かりました、うん、だけどもう無理して続けるのは違うと思うので、うん、楽しければ続ければいいと思います、うん、はい、で結論はね、俺には無理です。俺にも無理です。大学ってすごく大事だね。まあ言っても岩尾選手も日体大じゃないね。そうだね、うん、だからそこに続く道がある高校を選んでたっていうのもまあやっぱりすごいよね。まあ僕はね、岩尾選手を熱烈応援していこうと思いましたよ、はい、あと安井選手ね、はい、身近なんで。じゃあぜひぜひね、この動画面白かったとか物好きの方いらっしゃいましたら高評価とチャンネル登録お願いいたします。お願いします。はい、バイバイ。バイバイ。Check the mic and make sure it sound right, boys.